クロップ監督がトロ、後半ガスケツ気味で当たり前ができていない。現地4月18日に行われたヨーロッパリーグの準々決勝第2レグで、遠藤航が所属するリバプールがアタランタと敵地で対戦した。1-0で勝利したものの、アグリゲートスコア 1-3 で敗退が決定した。リバプールのユルゲン・クロップ監督は試合後のインタビューで、後半の最大の問題は、テンポを維持できなかったことだ。トレント・アレクサンダー・アーノルドは、しばらくの間欠場していた選手だ。彼がフレッシュの間は、マッカと一緒にテンポ、リズム、ゲームの方向性を設定したが、後半は明らかに少しガス欠気味だった。さらに、クレイジーで、正気の沙汰でないようなプレーをしてきたマッカはこの試合でもやらなければいけなかった。しかし、それが違っていたと回答した。遠藤マックのどちらかが休養と言われていたけど、結局遠藤を休ませたね。マクアリスターをアンカーで使うとパスが入らない、あと明らかに疲れているね。アタランタの作戦勝ちですかね。リバプールはパスの出しどころ消されてボールも出されるだけだった。マンマークきつかった。それでも前半は何度かチャンスあったけど、サラーが絶好機でループシュート外したあたりから尻すぼみになってしまった。3枚替えするまでは追いつく可能性はあった。GAA 抜けてから出しどころがなくなった。初戦の0-3が痛すぎるね。アタランタが上手かったのもあるけど。流れの中から4試合ノーゴール、10試合ぶりに無失点。これを踏まえれば1-0で勝てただけで上出来、それが現状。結局サラーの出来に左右されてしまう、交代の時不満を顔に出さなかったから、本人すらも現状良くないことを分かっているんだと思う。これで EL からもプレミア全滅。予想通りといえば予想通り。サッカーに関する動画を随時更新中。コメント、高評価よろしくお願いします。